はい、皆さんこんばんは。万代法書房創業者倫理塾の時間になりました。今日は、立志財団のオフィスからお送りしております。今日はゲストに株式会社リブラン創業者鈴木静雄さん、そして立志財団理事長坂本典彦さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。またギャラリーたくさんの方に来ております。よろしくお願いいたします。ではまず鈴木さん、自己紹介お願いいたします。はい、鈴木です。今ちょっと紹介がありました、板橋ですが、株式会社リブランの創業者、創業50年になりますが、法人化して51年です。リブランは不動産といいますかね、まあ、住宅産業、集合住宅とか戸建て住宅を作っている会社です。よろしくお願いします。坂本さん、お願いします。はい、立志財団の坂本と申します。まあ、企業支援をさせていただいてまして、まあ、これからの、企業家の支援という形で、まあ、今日は、リブランの、まあ、創業者の、まあ、鈴木さんのお話を聞けるということで、私もすごく楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今までね、創業者倫理塾は比較的若い、経営者の方々の創業の思いを坂本さんがサポートするという形でやっていたんですが、6ヶ月やってみまして、やはり大事なのはね、ベテラン経営者の思い、ノウハウ、その辺をやっぱり人類の宝として残していこうと、このことが大事じゃないかということで、そちらの方に塾をねシフトして、今日が第1回目ということで、創業者であるねリブランの鈴木静雄さんに来ていただきました。早速お伺いしたいんですけれども、はい、18歳の時からこの業界に入ったとお聞きしたんですけれども、はい、ちょっとそのいきさつをお話しいただきたいんですけれども、はい、まあ、板橋にですね、姉が嫁いでまして、で私は大学浪人しておったんですが、その時にまあアルバイトで、その知り合った家内と一緒にですね、不動産会社にアルバイトで入りました。もうすでに一緒に住んでたもんですから、はい、勉強する、もともとあんまり勉強できなかったんで、ギブアップして、そして、その不動産会社でアルバイトをし、その後ですね、まあ、社長さんからだいぶ褒められまして、営業に回って、でそこで、まあ、トップセールスになりました。それから22で独立をして、まあ、すでに社員が 2,30 名おりまして、で26の時に今のリブランの、まあ、法人化をしてですね、現在51年になります。18歳から入られて、要は狙ったわけじゃなく、たまたまの関係で不動産業界に入られた。そうですね、もうそこに張り紙がしてあったので、はい、フラッとアルバイトで入ったと、いうこと で家内と一緒にアルバイトしてました。でも一緒に住んでたもんですから、はい、結構時代で一緒に住むというのは結構チャレンジャーの時代、まあ、じゃないですか。同棲してないですよね。はい、はい、で、社長様に褒められたというのは何か、例えばどんなことで褒められたとか。そうですね、なんかトイレを掃除しなさいっていうんで、トイレを掃除したんですね。はい、そしたら、まあ、従業員が5つぐらいのお店がありまして、従業員がかなりおりました。でそこの板橋の私が勤めた店に20人ほどおりまして、で全部そのトイレの前に社長さんが並ばせましてね、一人ずつ僕の掃除したトイレに入って、鈴木の掃除したトイレを見ろというようなことがありまして、まあ、今思うと、まあ、ここまで来たのはトイレの神様、トイレに神様がいたのかなというふうに思っておりますが、まあ、そんなことで営業をするようになって、そしてまあそこでトップセールスに19歳の時ですかね、トップセールスになりました。うん、不動産もいろいろ分野あると思うんですけど、鈴木さんの最初の営業っていうのはどういう営業になるんですか。まあ、当時は仲介ですね、住宅の要は賃貸も、まあ、賃貸って、まあ、住宅の戸建て住宅 の、はい、主に埼玉県の方の仲介、の業務でした。うん、営業ってどういうふうにするんですか、その一戸建ては。営業はまあお客様がお見えになって、まあ、宣伝でですね、そして現地をまあご案内して、はい、そして会社に戻ってきた時にまあクロージングをして、まあ契約をしていただくようなですね、まあ、そんな感じで、まあ、大体僕が案内をすると、もう大体鈴木が案内するとほとんど決まりだということを言われまして、おだてられてですね、まあ、ほとんど僕が案内をした時にはもうお客さんが買っていただけるという感じ で、まあ、トップセールスになりました。なんかその時すごく気をつけていたこととか、もしかしたら他の営業とは違うなと思うところは。そうですね、その当時もう60年ぐらい前ですから、大体こう不動産業っていうのはまあブローカーとか
ちょっと、まあ、金融証券もですね、まあ、株屋とか、いろいろ言われてた時代ですから、まあ、不動産は非常に、まあ、そんなような状況の中でですね、ただあの働いてる方は皆さんもう結構年配の方で、会社を潰しちゃったとかですね、多少こういう感じとかそんな時代でしたから、まあ、そこに僕は19歳で入りましたんで、まああまり上手な話もできないんですけど、それがかえって受けたんじゃないかと思うんですね、うん、でも買う方から見ると19歳って若いそうですよね、でもその方のアドバイスを聞いて購入に至ると、なんかこうこういう方針があったとか、まあ、あまりその上手になんか喋るとかね、そういうことはまあできないかったんですけど、まあ、周りが悪い人ばっかり非常にあのお客さんからすると新鮮に映ったんじゃないかと思いますけどね、まあうん、そんなあのなんか特別なことをしなくても次々と契約になって、まあ、同級生が当時8000円ぐらいでしたね、給料がね、はいはい、高校卒で8000円ぐらいで、僕は10万ぐらい給料、すごい、そんなに、まあ、あの月報制ですよね、歩合制ですから、はいはいはい、その時はあれですか、例えば、まあ、周りは自分が儲けようとか売りたいという思いだけど、鈴木さんだけはお客様にとっていい物件を紹介するとか、そうですね、もうちょっとあんまりもう記憶ないですけど、まあ、とにかく、まあ、誠実に対応して、行ったというだけのことで、特にそういう営業のテクニックとかね、うん、そういうことはあの教育も受けてませんし、それでもなんかすごい成績を上げてしまったと。でそこで独立しようと思ったのは何か理由きっかけあるんですか。そうですね、ですから18から、まあ、3年ほどそこで修行してですね、そして、まあ、あのその頃、まあ、一緒に家内と いました、まあ、あの結婚しましてね、で家を買おう、当時、まあ、300万ぐらいで一戸建てが買えた時代なんですね、うん、で300万ぐらい貯まったんで家を買おうかなと思って、まあ、あの練馬に、それを家内に話したら、家を買うよりも独立が先でしょというふうにうちの奥さんから、言われまして、はい、そしてまあ独立をしました。それはまあ個人でですね、はい、で、まあ、共同経営のような感じでしたが、まあ、3年間、上板橋というところで、やりまして、まあ、すでに社員が22、23の頃に20名ちょっと社員がおりまして、で、そこにもまあ3年、まあ、その共同経営の方にですね、まあ、僕はお金がないので、その方が持ってらっしゃった事務所とか免許を借りて、まあ、あの共同経営をしてまして、で、まあ、3年後に自分で独立したいということはもうあの最初のスタートの22歳のスタートの時から3年後に僕は独立しますからということをもうあのそういうスタートを切りまして、で25の時にあの今のリブラン、当初は千葉建設、生まれが出身が千葉県なもんですから千葉建設、その後リブランという名前が変わりましたが、法人化して、まあ、51年に、なります。で、まあ、3年、まあ、そこで個人で、まあ、共同経営でやりまして、で、まあ、様々その業界のですね、まあ、現状を、まあ、かなりまあ勉強をしまして、まあ、非常に素晴らしいその住宅産業というのね、その頃はまだ住宅産業とは言わなかったんですけども、まあ、素晴らしい仕事にもかかわらず、非常にまあ業界のですね、やっぱレベルが、まあ、例えば宣伝にしても取引にしても様々が非常にまあ遅れてまして、うん、これではお客さんのためにならないということで、そして、会社を法人化してですね、まあ、そういう業界の問題点をクリアしていこうということがすごくあのこう燃えてきて、そしてあの法人にして、常盤台というところにね、まあ、4階建てのビルを当時1000万貯めまして、で銀行から1000万借りて2000万で4階建てのビルを作って、そしてまあ今の会社ですね、でそこでまあ様々な改革をですね、してきました。その当時 その住宅業界の問題でどういう問題があったんですか。例えばあの広告もおとり広告といいまして、実際にはまあ300万円の住宅を100万円ぐらいで出してですね、そしてお客さんが見えたらそのうちは売れちゃったとかですね、あるいはその取引も
買ったものを売る利益を買ったものを利益出すのはいいんですけどね、うん、買わないでその仲介のような形でそれでまあ利益を出したりする感じだったんですよね、まあ、それがまあ少し経ってからまあ規制されてきたんですけど、うん、まあ、非常に遅れた業界でした。それはもう金融でも証券でも同じですね。株屋さんからまあ金融は無人とかですね、まあ、そう言われてた時代ですから不動産だけではないですね、うん、でこれをまあ近代化していこうということでかなりそういう思いが強くなってね、うん、それで法人化しました。先ほどですね、はい、共同経営をされて3年で辞めると最初から決めていたということなんですが、はいはい、その理由は何かあるんでしょうか。まあ、やはりこう自分で経営をしたいっていう意欲が、うん、最初からありましたよね、うん、でまあ、共同といってもその方も建築家さんですから、作ってた建て売り住宅とかあまり売れなくて、それを僕は全部一人で売ってあげたんで、うん、まあ、そういう恩義で自分が持ってる、まだ鈴木さん若いんだし自分が持ってる建物をね使って2階建て の, それを使ってくださいと、で免許もあるんで 貸してあげるからということでスタートしたもんですから、共同というか、まあ、実際まあ自分がほとんどやってたわけですけど、まあ、いずれにしてもスッキリした形で自分がトップになって、やりたいという意欲は最初からありましたね。うん、奥様が最初からなんか家買うより先に独立を応援されたのがそこはすごいなと思ったんですよ。そうですね、はい、もうね、その買う寸前まで行ってたんですよ、はい、自分で見ててね、はい、250万ぐらいでした当時ね、はい、一戸建てが、はい、ただまあ、お父さん家を買うよりも独立が先でしょと言われましたね、うん、はい、それがなかったら今頃ないと、 今ないと。あ、もう最初の時からじゃもう奥様の力がそうですね、はい、うん、その時は揉めるわけじゃなく奥さんが言うなら、いやいや、そうですか、まあ、奥さん怖いですからね。すごい。で25歳でも自社ビルをお持ちになったの。25歳で、4階建ての常盤台というところなんですかね、うん、環状7号線に面したところに4階建てのビルを作りまして、最上階に住まいにして、本社を作りました。でその板橋とかこっちの方を選んだっていうのはその最初がそうだったからとか、あとは、まあ、強いっていうのもあるんですか。いや、どこでまあ独立するかということもあると思うんですけど、たまたまそういう縁がですね、最初アルバイトしたというのが板橋でしたし、はい、それから独立した共同経営の板橋でしたし、まあ、そんな縁があって、でまあ、板橋でという、まあ、姉も近くにいましたからね、はい、はい、あとですね、行徳先生との出会いというお話も聞いたんですけれども、はい、どういう時にどういう出会いがあって、それがどういう その後の人生に影響を及ぼしたかっていうのを聞きたいんですけれども、はいはいはい、まあ25で独立をしてですね、もう30歳の時にはすでにまあ社員も100名ぐらいいまして、で売上も100億近くなってました。で、その当時ですよね、その当時の100億ですから、うん、すごいですよね。で、ただ会社はどんどん大きくなるんですけども、うん、まあ、なんかすごく不安な気持ちっていいますかね、まあ、会社は大きくなっていくんだけど、いずれこれ破綻、会社もまた自分の、まあ、家もですね、家庭もなんかすごいそういう脅迫観念に、片方ですごく成績がどんどん上がっていく中で、うん、なんかすごいこう脅迫観念って言いますかね、まあ、自分が見えなくなってきてた時期なのか、でちょっとまあ3日ぐらい会社に出る気がなくて、でたまたまそこで青年会議所に30歳でまあ JC に入りましたんで、その時行徳先生のとの出会いがあって、それから半年後に行徳先生の1週間のですね、その山に修行に行きました。だから今私がここにあるのはやっぱ行徳先生のトレーニングと、からまあ JC の講陵とかですね、から柳平さんという方のまあ SMILI というのかね、あの 夢を目標に転換すれば必ず実現すると、まあ、彼と一緒に行動したりしてましたんで、それからやっぱり倫理法人会ですね、はい、それが今の自分を作っていると言っても過言ではないと思います。まあ、その行徳先生のセミナーの中身は言えないとして、はい、行って何が変わられたんですか。
まあ、結局さっき申し上げたようにやっぱり売り上げ上がっていきますよね、うん、すると、まあ、大体調子に乗っちゃうじゃないですか皆さん ね, そ, うですね、はい、でそのあたりで大体こう潰れちゃうんですよね銀座に行き始めたりとかさまざまな やらなくてもいいようなことをやったりしてで自分がこう見えなくなっちゃってそれでまあ潰れていっちゃうというのもほとんどですよね、うん、7,8 年で倒産していっちゃうと、うん、まあ、そんな時期だったのかもしれませんですから行徳先生に出会ったことによってその1週間の訓練を受けてそして見えなくなった自分、まあ、いわゆるスポーツで言えばスランプだね、うんうん、スランプ、自分が見えなくなってるとでそれが1週間でやっぱ自分が見えてきたって言いますかね自分が見えてきたと、まあ、いわゆるその感性ですね感性も微弱になってたものを、まあ、感性を呼び戻すというのはそういうトレーニングですから、まあ、松岡修造さんも青木功さんも、うん、まあ、様々な、ね、方が教頭先生の訓練を受けて蘇っています。坂本さんも行徳先生のセミナーを受けられてるんですよね。そうですね。もう私はもう数回あの軽いやつです。もう軽いやつもうだいぶ経って行徳先生がだいぶ高齢になられて80超えてから受けられてる。僕らの時は約1週間、はい、今は3日そうですね。ね、もう軽いんですよ。はい、そうですね。効き目が薄い。そうですね。はい。でもその中でどうその何かやっぱそういうなんか天命とかその使命みたいなのを悟るっていうのをなんかしたんですけど、どういったことをなんか気づかれたんですか。やっぱり行徳先生の研修で見えなくなった自分が見えてきたと、うん、で自分がやっぱり生きてるということですね、うん、そしてその自分が何のために生きてるのかとかそういうものがガーッとこう捕まえられたと、うん、そして、もう自分のそのこういう不動住宅産業ですね住宅産業、うん、これがもう天職だと、うん、そういうなんかまあ志とか使命感といいますかね、うん、まあ、そういうものがもう非常にこう明確かつその自分の中にこう落ちてきたといいますかね。それまではやっぱりそういうところにちょっと迷いというか、そうですね、はい、ただ売り上げを上げていくというだけでした、はい、その頃はね最初はね、はい、最初はただ売り上げ上げるその地域の先輩の建築屋さんよりももっといいものを作るっていうね非常にまあ表層的に、やってきて、まあ、100億近い売り上げになって、まあ、大体その城北一帯では、うん、もう一応トップになってました、うん、トップになってましたけど、うん、まあ、非常にまあ表面的であったということだと思います。うん、そこからどう仕事としてはどういうふうに変わっていったとかっていうのはあるんでしょうか。それはですから、まあ、不動産とか住宅産業ですね、の本質は何かという、うんうん、ですからこう表面的にただ表面的にものを作って販売して、というんではなくて、まあ、不動産とか住宅産業っていうのは、まあ、地域とかねあるいは子どもたちや家族とどういうその体や心とどういうつながりがあるのかというような、うん、非常に深いところをですね、うん、捕まえることができたということですね、うん、そしてまた新たなその経営理念を確立してきたということで、あれですよね、企業は企業のためにあるんじゃない、地域にあるんだっていうのもその頃出てきた。そうですね、まあ、個人共同でやってる時はじゃなくてやっぱり独立法人化した25歳で法人化した時ですね、それから、まあ、5、6年売り上げがずっと上がっていって、その30歳の、まあ、行徳先生の出会いとかですね、まあ、JC とか倫理法人会だとか、まあ、そんなような出会いがあってたりして、その頃から企業は企業にあらずと、社会運動体だと、で社員はお前たちは会社に来るなと、会社には何もないよと、地域に出勤しなさいと、でそこで地域のいろんな社会問題にぶつかってね、まあ当時は例えば子供が生まれたら出て行きなさいとかっていうのは、もう1人はいいけど2人目になったら出てってくださいとかって、そういうもう感じの時代でしたから、でもこういう、ね、地域に出ていくっていうなかなか普通の会社だとね、なんかもう会社に出勤させてみたいなのがなんか普通のなんか、ね、経営者さんだと。そうですね、うん、ですからたまたま独立したのがその頃ドブ板橋と言われたんですね、ドブ板橋それからダサイ玉ダサイ玉で、痴漢が一番多い東武東上線檻があればこの沿線この地域から出たいと、私は世田谷に住みたいとか杉並に住みたいっていうのはね、だからそういうところで独立しちゃっ
ったもんですから、ここでなんか商売したってダメだと、みんなが痛くないと、地域の方々がここには痛くないというところでいくら商売したってダメだというようなこともあって、そして全社員、私も含めてですね、地域に出て、さまざまなそのボランティアですね、をやってきました。ですから一人の社員が3つとか4つとかボランティアを持ってですね、で、地域に会社に入る情報は情報じゃないよと、地域で、ぶつかったそのいろんな問題、頭にくるような問題がですね、なんでこんなことなんだというのはね、そういうことにその怒り悲しみ恐怖心を覚えた時に、その社会問題をクローズアップして、そして会社の人物金を使ってそれを解決しようと、解決しようと、そういう方向にバーッと行きましたですね、それはじゃあもう単純にもう家を建てるとかだけじゃなくて、それ以外の活動もどんどんするようになったっていう、ですから全社員が、会社もやりましたよ、もう会社もさまざまな、例えば沿線のイメージアップということで、沿線に桜を植えようとか、それから沿線の終点までのですね、地域のコミュニティじゃなくて沿線のコミュニティということで、東武東上線の、ママさんバレーボタ池袋から終点までのですね、ママさんに出てもらって2日か3日大会を30年間やりました。それはリブランさんは主催で、そうですね、あとは子どもたちに、童話を書いてもらったりして、それを童話集を、有名な先生方に作ってもらってやったりと、さまざまなプロジェクトをやりました。それ社員さんと圧力みたいなのはなかったんですか、なんでこんなことするんだとか。いや、それはないですね、その頃は結構ワンマンでしたから、あとは社員さんがその地域のこう物件を買って住むとかっていうこともあったりますね。そうですね、会社で作ったもの、新しいものは買えませんけどね、古いものを買ったりとか、それはありましたね。